容疑者の気配はないわ。肉も異常なし。油断しないで。データによれば彼はまだ近くにいるはず。誘拐されたタレントたち、ギタリストも行方不明よ。フルーティーミュージックバーで演奏したのを最後に、行方が分からなくなって24時間。宇宙人に誘拐されたっていう私の説は却下されちゃったわけね。きっと才能泥棒の仕業よ。攻め込んでとっ捕まえるよ。アイシャ、まだ見たこともない相手なのよ。捕まえたいなら計画を練らないと。ブルームの言う通り、十分警戒して。アースに来て数ヶ月だけど、タレント誘拐犯の正体はまだ分かってない。だから集中し続けて。ハーブティーまで飲んでないのね。集中力が高まるのに、うん、ああ、ハーブティーね。ありがとう、うん、私のオリジナルブレンド。美味しいでしょ。うん、うん、ステラ、魔法使っちゃダメじゃない。普通の女の子でいなくちゃ。この粉が全ての誘拐現場で発見されてる。画像送信。その粉って何なの？わからない。効果はまだ謎だけど、別の検査をすることはできる。そんな時間ないよ。一区で動きがあったみたい。これが容疑者？今照合してみる。身長も体重も体つきも昨夜の容疑者とマッチした。捕まえるわよ。失ったわ。サーマルスキャナー起動。まっすぐ行ったら右に曲がって。行き止まり、追い詰めたよ。
誰もいないわ。目の前にいる。捕まえてやるよ。あれ、笑える。私たち猫を追っかけてたの。使えない機械ね。私の機械に問題はない。そこにいるはずなんだけど。猫しかいないよ。もう時間だ。あと5分35秒でロフトに戻らないと。乗って、早くパジャマに着替えるよ。新シーズンにようこそ。才能あふれるタレントを発掘するワンダフルな番組です。私は司会者のエース。それでは早速スカウトガールズの素敵な6人を呼んでみましょう。さあ、ウィンクス。素敵って言ったけど今にも眠りそうだ。起きて。ファンのみんな、登場よ。ご機嫌いかが。ガーデニアに住むスターの朝といった感じだね。どんな豪華な朝ごはんなのかな。豪華なトーストとジャムよ。トーストで思いついた。みんなでジャムを食べてジャムっちゃおう。ほらジャムル、即興で演奏することをそう言うでしょ。ジョークは君の得意分野じゃなさそうだけど、頑張ってみて、テクナ。まあ、せいぜいね。さて、お次は、ワオが誇るスカウトガールズの素顔にクローズアップ。ブルームは最高のルームメイトよ。それに彼女はアーティストなの。可愛い犬ね。馬なんだけど。ミュサは頼りがいがあるし、元気いっぱいの子。何をしていても、一緒にやろうって誘ってくれるの。今夜街をぶっ飛ばす、明日もぶっ飛ばす、その次ダウンタウンぶっ飛ばす。もうブルームついてきて。テクラがボールを奪いに来るが、アイシャのスピードには追いつかない。左フェイントからの、おっと右回り、テクラは全く手が出ない。うん、余裕。私はステラ、ファッションが超大好きなの。とりわけ、あ、ごめん、もう一度やらせて。ファッションが大好き、とりわけ。ファッションに夢中なの。お気に入りはポータブル裁縫マシン。こんにちは、スーパースーちゃん。あ、ステラ元気。フローラはシャイだけど、私が作る服のモデルになってくれるの。多彩なワオのスターたち。そう、歌手もいるし、シェフ、アスリート、デザイナー、天才エンジニア、アーティストまでいる。ワオ6に皆さん大きな拍手を。さあ、手を次は彼女たちが街へと繰り出して、才能発掘。グリーンのドレスを着ようと思うの。こっちよ。ちょっと待って、ちゃんとドレスを選ばないと。おしゃれだけど才能泥棒を捕まえやすい服をね。あ、つまり才能を発掘しやすい服ってこと。いい？
い？もう一度おさらい。ルールその1、私たちがリアリティショーに出るのはアースの子供を才能泥棒から守るため。ルールその2、魔法は何があっても使ってはいけない。カメラや人がいるところでは特にね。ルールその3、万が一人間たちに妖精だとバレたら私たちの捜査は終わり。知ってるし。ワンちゃんのダンスはうまいけど、女の子の方がお荷物って感じ。ワンワンミャオヒヒー。いや、僕らは牧場からやってきた。トリオ、干し草のベッドもあるよ。でも危ないからジャンプしちゃダメね。超かわいい。ノーコメントで。もううんざりなんだけど。ハート残りは国際的なみかんの皮むき職人、パントマイムするテノール歌手、針のむしろを滑るスケボー少女。ん？ねえ、これ聞こえる？早く行ってみよう。番組にぴったしじゃない。ということは格好の標的でもあるわけね。ねえの男の、ほら名前は言っちゃいけないけどさ、才能？あの男だけで十分、誰のことかわかる。犯人が彼女を狙ってるかも。ステラの言う通り、彼女をこのまま放っておいたら危ないわ。フルーティーミュージックバーで歌ってみるべきよ。嬉しいけど私は歌手じゃないから。歌はミュサから習えばいいよ。ミュサに任せて。ワオの新シーズンから生まれる最初のスターになれるわ。本当に？実は一つ練習してる曲があるんだけど、もし。アナベル、カップケーキを100個作らなきゃならないの。ごめんなさい、ルイーズが呼んでるから。カップケーキ作るの手伝うわ。みんなでやれるわよね。ケーキ作りの腕前を見せてもらうわ。アナベルの歌を聴いて、それからワオかアウトか判定をお願いします。まずは我らが審査員の予想を聞いてみよう。マーゴ、アナベルはアウトでざます。歌い方は素人だし声もか弱い。ねえパフ、お払い箱ざます。クーリフ、ボクチンは最高に気に入った。あの美しい歌声、みんなも綺麗。この世は全てがワオだよ。あなたはどうかな。ワオかアウトか、皆さんの一票で決まります。
ズン一発目のワオのオーディションにようこそ。今夜アナベルがその歌声を披露します。バーのオーナーと一緒にいるブルームを呼んでみましょう。ロクシーさん、会場をお貸しいただき本当にありがとうございます。私たちも力になれて嬉しいわ。今回番組のために新しいスムージーを作ったの。名付けてレインボーワオ。美味しそう。ではスターのいる控室の様子はどうでしょう。声は繊細な楽器と同じ。ゆっくりとウォームアップしないとね。繊細といえばファッションも。だって素敵なドレスを着てない歌姫なんて曇った夜空の星と同じでしょ。輝きを失っちゃう。美しさにはね、努力が大事よ。さあ見てて。まず最初はファンデーション。次はチークで色付けします。スカウトガールズありがとう。お次は二人の審査員に話を聞いてみよう。アナベルは可愛いしお上品だね。もうボクシン鳥肌立っちゃった。ならセーター着なさいな。このチャラいお調子者と違って私の予想はアウトザマス。もう一度言いますよ。今夜アナベルの夢が叶うかどうかはあなた次第。最高ね。あいつをおびき出すのにも最高ってことね。警戒し続けてこの中のどこかに潜んでるはずよ。音を鳴らしてリズムを感じて、容疑者に似た人物を発見。解き放て自分らしく私の中でも、スマホやタブレットからじゃんじゃん投票してください。さあ、アナベルの夢は叶うのか。まもなく結果発表。夢が叶った瞬間に何かが起こった。何か関係があるのかな。コングラチュレーションアナベル。ワオ、ファイナルステージへ一番乗りだ。
才能泥棒の罠かもしれないわ。ここで何してんの？アナベルは？ごめんなさい、私アナベルがスポットライトを浴びているのが耐えられなくて。人違い、アナベルを探しに行くよ。実は去年私もスターを目指してたの。はっきり言って彼女はアウト、ザマス。アナベルが羨ましかった。なんとか怒りを抑えようとしたわ。でも今夜アナベルが私の夢を叶えたのを見て思わず。叶えたのは彼女の夢でしょ。アナベルを探しに行くわよ、急がないと。さあさあ、番組をご覧の皆さん、とんでもないビッグサプライズになりましたね。ウィンクスたちは一体どうなってるんだ。なんとアナベルが行方不明なんです。でもこれこそ生放送の醍醐味。予想もつかない展開があなたを待ってます。ウィンクスが戻ってきたらエース様のお説教かましてやる。それではもう一度アナベルの見事な歌声をどうぞお楽しみください。不思議だ。